楽天グループがですね、楽天銀行株、また、再びですね、606億円、こちらの方ですね、ブロックトレードで、売却をして、で、まあ、その後ですね、持ち株比率が49%ということで、実質支配基準って、まあ、50%切ってもですね、実質支配基準というのがあるんで、まあ、それを適用して、連結からは外さないと。楽天モバイルへの過剰投資、まあ、それによって社債がですね、ここ2年間でですね、6000億ですかね、償還しなければいけないということで、この償還資金をですね、早期に集めなければいけないというのは楽天グループの財務ではですね、喫緊の課題であった。問題はその資金をどうやって手配するのかということなんですが、で、まあ、楽天銀行そもそも銀行っていうのは規制業種なんで、連結で持っておく、まあ、楽天グループとのそのシナジーがある程度発揮できる程度でいいのかなと。これ連結外すという言葉で考えて視野においてですね、証券と銀行は外す。楽天経済圏の人たちをですね、ペイとかそのクレジットの方にどんどん口座を作らせてですね、そちらの方で回していくという方針に転換をしたんだと思います。楽天クレジットに手をつけると、本当楽天グループの崩壊が始まるのは間違いないので、そこだけは死守して、銀行はもう連結から外すことまで視野に入れる。まだまだ、状況は不透明なのかなと、楽観視は全然できないなと。楽天証券ホールディングスがですね、みずほファイナンシャルグループ、こちらの方がですね、楽天証券ホールディングスの株をですね、約900億円でさらに追加取得をしてですね、50%弱をですね、持つようになるというリリースというかですね、発表はなされたので、こちらについて解説をしたいと思っております。まあ、どういうことかと言いますと、すでにですね、800億円で約20%の楽天証券ホールディングスの株を、みずほファイナンシャルグループは傘下のみずほ証券を通じてですね、取得をしております。すでに20%の株主なわけですけれども、今回もですね、楽天証券ホールディングスの親会社の楽天からですね、約まあ29%ぐらいですかね、をですね、追加取得をすると。それの対価900億円ということでですね、まあ、大体ですね、3000億円ぐらいのバリエーションになっているのかなと。で、前回がですね、800億円、で20%なので、で、4000億円ぐらい。なので、今回ですね、明らかに前回のみずほの株式取得に比べてですね、大幅なダウンラウンドになってる、まあ、つまり安い株価で、買い付けをしてるという形になります。みずほはおそらくですね、難品買いをするだろうと。で、これ、なんでこんなことになったかっていうと、SBI 証券手数料ですね、株式、国内のですね、株式、取得手数料で、株式取引手数料を0%にすると、いうこと、0円にするということでですね、もうこの時期ですね、いつにするかみたいなお話はですね、まあ考えられておりました。これまでですね、まあ、SBI が、まあ、いつかっていうのはですね、わからなかったんですけれど、本当にえぐいタイミングで持ってきたなっていうふうに思いました。楽天証券ホールディングスは、東証に上場申請をして、まあ、これ何のためにやってるかっていうと、楽天モバイルの赤字補填、そして2024年にね、迫ってくる4000億円を超える社債の償還、それの資金をですね、グループのキャッシュカウであるですね、楽天、証券だったり、楽天銀行の上場によって賄うというのは、まあ、既定路線ではあったんですけれども、もっと高い株価で、まあ、特定の株主に、まあ、主導権を握られないような形で、上場という形でですね、資金調達をしようと思ってたのが、目論見が外れる結果になってきたと。あと、もう一つは、新 NISA っていうのがですね、始まるタイミングでございまして。で、これ、僕、NISA って1500万円までしか使えないんで、まあ、要はそれのさらに20%の課税に関して、それが0円になるって話なんで、せいぜい300万円ぐらいしかメリットないんで、はっきり言って全然調べてなかったんですけど、調べれば調べるほど、ああ、なるほどなと、ここに手数料0円持ってきたのはどういうことかっていうと、これ、NISA の口座ってのはもう、じゃあ SBI で作ったずっと SBI なんですね。だから、楽天で作ったら全部楽天なんですよ。これで手数料0円追随しなかったら、新 NISA 全部 SBI に持ってかれるわけですよ。長期的に見ると、楽天証券ホールディングスはですね、かなり厳しくなると。その楽天証券そのものが、じゃあこれ手数料0円にしたから赤字になるかっていうと、全然そんなことはなくて、単体としてはずっとそのキャッシュフローももちろん回るし、将来利益はですね、むしろプラスになるんで、企業価値は最終的に上がっていくだろうというふうに目論まれていたんですが、これ一番痛いのは上場申請の途中だったってことなんですよね。上場申請の途中だったから、楽天はすごいダメージを受けたわけです。
上場申請、僕も IPO、経験したことあるんでわかりますけど、普通株式現物の手数料が0円になるってことは、10億円、下手すると100億を超えるような、利益の、もう、消えて飛んじゃうわけですよね。だから、当然その、上場する際に、その上場の目論見書と作るんですけど、目論見書に記載されてる将来利益予測が、もう大幅に変わるわけですよね。だから、申請し直しみたいな形になってしまうんですね。で、楽天証券の多分決算期って12月だったと思うんですけど、期をまたぐと、またさらにめんどくさくなるんですよね。でももうこの時期で上場延期っていう話になったので、おそらく来年3月以降に上場はずれるんじゃないかなというふうに思っていて、そうなってくると2024年の楽天の、楽天グループのですね、社債の償還のスケジュールが、まあ、やっぱこれ1000億規模なんで、まあ、それがなかなか難しくなったということで、みずほに泣きを入れたと。いうことになると思いますし、みずほは泣きが入るのを、まあ、虎視眈々と狙っていたと。みずほは楽天にものすごい貸付金をしているので、まあ、実際、今回、前回のですね、楽天グループの増資ですね、公募増資とサイバーエージェントと東急不動産かな、増資を受け入れたんですけれども、その時実は三木谷さんは個人的に資金調達をして、株を買おうというふうに目論んでいて、その投資家ですね、OK ももらってたんですけど、みずほから NG が出たっていう話があって、その二人からとお金を借りるんだったら、みずほは資金を引き上げますって言われたっていう噂がありますけれども、それぐらいもみずほにがっちり握られてるんですね。で、みずほ側もみずほ側でもちろん楽天に飛ばれたら困るんで、楽天が飛ばない程度にみずほにとっていいこうディールをしたいということで、今回はドル箱であるみずほ証券が頑張って背伸びをしても逆立ちしてもできないようなオンライン証券でのまあ業界ナンバー2という地位、まあこれからネット証券もっともっと伸びてくると思いますけれども、この伸びてくるネット証券をまあ実質的に自分の手中に収められるということで、まあじゃあ何品買いするかと、ダウンラウンドになっておりますがと、平均取得価格は下がりますし、で、これ多分、上場すると、さらに公募増資をすることになると思うんですけど、公募増資をすると、楽天が、50%、持ち分切ると思うんで、まあ、実質試合基準とかなんかそういう、まあ、いろいろあるんだけれども、まあ、みずほも持ってますからね。49% ですか、今回の取得で。なので、まあ、これ多分、楽天連結から外れんじゃねえかなと。金融部門の、その利益の吸い上げっていうのがなかなか難しくなってくんじゃないかなということで、でこれね、まあ楽天銀行は幸いなことにね、手数料ゼロ円競争とかあんま関係ないんで、このままだともうすでにね、1000億円ぐらいを見込んでいたのが200億目減りしてるっていう状況なので、みずほは楽天を生かさず殺さず、まあ下手するとどこかでモバイル事業を売るなり、なんか減損するなり、なんかそういうイベントがあった時はまたうまいことやろうと思ってるような気もしますし、まあみずほにとってはどっちに転んでも儲かると、楽天証券の上場延期を受けて、おそらく次は楽天クレジットを売るか売らないかと、そういった難しい決断を迫られることになるんじゃないかなと思っております。スーパーポイントアッププログラムのですね、解約についてですね、悪くなってるということでも今ネット上大騒ぎです。楽天経済圏また崩壊の序曲かなんていうふうに言われておりますが、まあ要はですね、楽天モバイルのですね、契約をしてるとポイントが5倍になるとかですね、そういうような施策なわけですけれども、まあ、楽天証券とか楽天銀行とかですね、あと楽天のなんかプレミアムカード、の保有者の人たちがあのポイント5倍とかになってたのが、いきなりそれがなんかなくなるとか1倍になるとかですね、もうだからカードの保有者は、年会費を不満だったら返金しますぜぐらいな感じの勢いで、もうかなりスーパー、このSPU がはっきり言ってその楽天のですね、ポイント、楽天経済圏のマジで肝だと、思うんですけれども、もうそれを完全にもう楽天モバイルになりふり構わず、三木谷さん持ってっちゃったということでですね、一つは楽天モバイル以外のですね、そのプレミアムユーザーさん、めちゃくちゃ、解約になってしまってると。まあだから同じことが起きる可能性が高いということですよね。もう楽天モバイルやめたとかですね、楽天モバイルはもうユーザー十分獲得したからええわってなった時に、楽天モバイルのユーザーさんまたポイント
減らされる可能性ありますよねっていうことがまず一つ。それともう一つはですね、ヘビーユーザーさんですね。この解約のもう一つのポイントっていうのはですね、スーパーポイントアッププログラム SPU のですね、ポイント上限というのがですね、相当厳しくなった。5000ポイントが、7000ポイントが上限だったのが2000ポイントになったとかですね。まあ、かなり複雑で、サービスによってその受けられるポイントがですね、もらえるポイントが違うんで、一概には言えないんですけれども、まあ、楽天側の説明で言うと8割の人たちは、ポイントが実質的に増えると。まあ、逆に言うと2割のヘビーユーザーさん、泣いてくださいっていうお話でございまして、せっせとコツコツと楽天経済圏にですね、報いてきた、まあ、ヘビーユーザーさんは、あっさり楽天モバイルのために切り捨てられたという、悪く言うとそういうことになります。まあ、逆に言うとそれぐらい楽天モバイルのユーザーを増やすのに躍起であるっていうのは一つ。それぐらいやらないとですね、もう無理だというのが、一つ。もうとにかく楽天経済圏の切り札をですね、今回、使いましたということが一つですね。これは KDDI の社長さんがおっしゃられてたと思うんですけれども、2024年中にはもうプラチナバンド使えるようにすると、いやいや、今回割り当てられたですね、上り下り3メガヘルツずつしかない、すごい狭い帯域なんですけど、プラチナバンドゲットできましたよね。このゲットしたやつがですね、来年度中にできるかっていうと、それはなかなか難しくて25年度になっちゃうんじゃないかということで、まあ、せっかくもらったプラチナバンドが使えるようになるのもですね、1年以上先、まあ2年先ぐらいなんじゃないかと。逆に言うと、だから KDDI はですね、2年間は、巨額のローミング費用をですね、楽天から売り上げられるということをですね、まあ、KDDI の社長が話してたということで、かなり信憑性が高いお話なんじゃないかなと思います。楽天はこれから SPU、楽天経済圏の総力をかけてですね、楽天モバイルを取りに行くという決意が伝わってまいりました。